予選で別の曲が流れてもショートプログラムで靴の紐がほどけても真央のトップは揺るぎません。浅田真央選手本人と共に見つめる意外と緊張の4分間です。ちょっと緊張してるように見えますね。緊張したやっぱ。曲はブティックファンタスティック風変わりな音声。さあ最初のトリプルアクセルに向かっていきます。スピードはあってもね、普通だったのかしら。これ綺麗に決まった。また決まりました。トリプルアクセル決まった時はもう本当やったって感じ。なんかびっくりしてすごい信じられなかった、うん、あ本当うまくいくかなって自信があんまりなかった。はい、あここからやっぱり頑張ろうって気になってきて、うん、予選で回転が足りなかったので、うん、ちょっと回転足りてたかなっていう不安はありました。あ演技をしながらそういうところちょっと考えつつも、はい、あでもやっぱほっとした。はいここで見てるといつものもう真央ちゃんの滑りっていう感じ、はいはい、だいぶここで緊張が覚えてきた、はい、スピード感ありますね。やっぱりすごいトリプルアクセル飛ぶ時も入るタイミングとか、はい、飛ぶタイミングも、はい、もう全然あの無駄なスムーズに入ってたんで無駄な動きがなかったから、あこれいけるっていうのは見てても、あおちゃんものすごく褒められてるね。いいな、ね、このスパイラルもすごい大事に大事にスローパートを滑ってた。日本の新聞には一部身長154センチという表記もありましたけれども、この週末だけでも真央ちゃん身長伸びたんじゃないですか。はい、もう今156か7ぐらいあります。週末に2センチそれちょっとその大げさ。はい、いやここもちょっと緊張しました、うん、緊張した。はい、フリップ3回転3回転のコンビネーション綺麗でしたね。これも終わった後はまたほっとして、うん、ここも慎重に飛びました。この慎重に飛んだ、うん、全部ジャンプ本当にあの余裕がありましたね。国分さんもでもフィギュアの取材始めて、はい、真央選手のミスって見たことありますか。いやないんですよね。練習も何回かお邪魔させてもらいましたけども、その真央ちゃんがお尻をつくっていうところ一回も見たことがないんで、もうずっと完璧な演技をずっとしてるなと思うんですけども、今一緒に見て感じることはここで冷静になって飛んだとかいう話が聞けるんで、やっぱりちょっとずつこう緊張をほぐしながらやってるんだなと思いましたね。スピードが落ちないですよね。そう、後半に来ても、うん、これ真央ちゃん全然疲れないの。疲れてます。疲れてるだけどやっぱり最後だからもう思い切ってやる。最後のコンビネーションも決めて終わったって感じ。終わった感じ。今回初めて自分の演技見るんだよね、はい、どうでした自分の演技見て。やっぱりトリプルアクセルが一番取れたのが嬉しかった。嬉しかった。これね、改めて見てみて、まほちゃんどうだった。すごい、おクリーンでした。ジャンプも高かったもんね。これ身長がそれだけ伸びるのが激しいと、はい、ジャンプの安定感とかも不安定になったりする時があるんですけれども、はい、このまほちゃんの見てると全くそれを感じないですよね。でも安定しました本当に。62.73 山田選手にまず先に拍手。
そしてこれ5つの項目のうち4つの項目で7点台です。グランプリファイナルに続いてジュニア2冠達成というその瞬間でした。いやーもう笑顔笑顔、やったーという感じです。僕に手振ってくれたのかな。